49回の衆議院議員総選挙でございます。でですね、12年ぶりに公示日の時に安倍ちゃんが地元下関へ来たというようなねことが書かれてますよね。でですね、安倍ちゃんとこの事務所は下関の駅の浜っかなの工場地帯の方にありますねんけども、あそこではですね、やっぱり夜とか、昼とかでも、出入りをする女性の方とかおられて、あれなんやねんって言ったら、あれ選挙を手伝うために桜を見る会に連れて行っとるやないかいということをね、言うわけですよ。で、それはええんだけども、で、ここが、令和になって、野党共闘がここはできてます。で、竹村候補が、この候補になってですね、この安倍ちゃんね、土曜日にも来てましてですね、最後の日ですね。で、スケさんうどんを食うて、その後で出てきた駐車場のとこで、バーッと通っていったもんで、私もこうカメラをよう構えんかったんですけども、それなりの流れに乗ったスピードで、やめてございます、やめてございますと言ってね、何を撮るかほんまにわからんのですよ。早口でね、あれで、なんかこう聞き取れる人がおるんかなと思うんですけども。刑事責任者もこんな感じでね、あんまりこんな第4区支部長とか言って書かんのですけどもね、はい、こんなんもう後でこれ調べられますからね、調べていただければですね、選挙費用どのようになってるかというの面白いところなんですよ。でこの方がですね、実は公示4日前に出てきました。これなんでかと言ったら、こっちの野党共闘にですね、安倍ちゃんも非常にちょっと危機感を持ってるというところですよね。で、この前にですね、市長選挙が1年前かの秋ぐらいにあったんですけども、その時に前田市長はですね、もうその時には竹村候補のポスターなんかいっぱい貼ってましたかね。竹村、山本太郎の2連かな。で、それをいっぱい貼ってたから、で、下関の市長選挙に今度、竹ちゃんが出てくるんじゃないかというようなことを、前田市長、これも、安倍元総理のですね、秘書ですよ。で、その人が言うておったわけですけども、でそういうようないろんな危機感があってですね、で、4日前にこの人出てきたんだけど、これ私も山口離れますから調べませんけども、ぜひ山口の方には調べていただきたいんです。選挙が終わっても、その選挙の費用であったりとかですね、いろんな形で携わった人のことが分かったりするんでね、収支報告をぜひ数ヶ月後には公開をされますから、山口県の方は見ていただきたい。で、これわざとだから、このポスター探してね、こなして取っとくんですよ。この塩谷さんという人ですかね、この人が何者であるのかとかね、この家の住所もまあ分かりますよ。あの戸籍持っていかなあかんのでね、だからこの人住所も分かりますんで、まあ通ることは絶対ないのでね、だからこの後で選挙が終わった後でですね、でこの人がどうするのかと。で地元の噂で言われておるのは、結局こっちの票、野党共闘の票を取らなあかんからですね、安倍ちゃんが用立てたんでしょ、というようなことを言うわけですよね。そんなことは沖縄の名護の市長選なんかでもですね、官房機密費を使って、結局ダイレクトに市を通さずにばらまくというようなね、地区にですよ、自治会に市を通さずにばらまくというようなことをやってましたから、そういうことをやりかねんのだけども、で、ここ、向くのっていうかな、住宅地なんですよ。で、下関の市街地からはですね、ほど近いんです。で、これ日本パックにしとくからね、これよう見といてね、これ下関山口、下関市と長門市なんですよ。で、非常に下関でかいので、山陰の方走っていったら、角島まででも1時間以上かかるよね。で、もう長門まで行ったら、やっぱり片道下関から出たら2時間ぐらいかかるわけですよ。で、多分この人も下関なんでしょうね。事務所はね。そうやけども、下関で選挙カー自体を見ないわけですよ。おったんかわかりませんよ。たまたま見えへんのか知らんけど、そうやけど、安倍ちゃんの車って私何回も見ましたからね。ほんなら、なんでこっちのやつを見えへんのやというとこもありませんか。だから、この下関のそばのところの住宅街、向野の辺ではまだ張っておるということなんですけども、次のパックのところではですね、
ほど近い住宅街では貼ってないというところをお見せをしたいと思います。これ調布の住宅です。調布ですよ。下関から、まあ、10キロぐらいは離れてるんだけど、そやけどこれ結構な町ですよ。田舎の何にもないとこじゃないし、下にもスーパーもあるしね。でそんなとこでこれまだ大野さん貼ってないでしょ。もう今更貼らないんですよ。これ今日何やって言うたら、小室氏がですね、ニューヨークの司法試験も落ちましてですね、で、福岡では期日前投票も当日投票もポイントが下がってるよなということを言えば、まあ選挙の途中じゃないというのは分かっていただけると思うんです。 AM も FM もということでね、で前のやつでもお知らせしましたけども、結局これ野党共闘を打ち砕くために安倍ちゃんないし自民党がここの大野さんに対して、金銭的な支援をして出させたんじゃないかという噂があるわけですよね。でこれまあ見てください、ここもそうですよ。亀井明子さん、亀井、私はあれうるさいさんと言ってますけどね、亀井静香さんの娘さんが出るのにですね、まるっきり同じ名前の人をこうやって出すわけですよね。これもうむちゃくちゃですよ。ほんでそんなことするんやったらね、これと一緒やってるんですよ。これ見て、このロシアのやつあったでしょ。ロシアで候補者さんに全員で同姓同名で容姿も似せたというような事件がありましたよね。これとだから同じようなことをするんかって言うんですよ、日本で。しかも政府与党ですよ。ほんまにロシアや、北朝鮮なんかを独裁国家やっていうことを言うてますけどもですね、独裁国家というのはこの国のことを言うんじゃないかというのを、これでもう如実に示してますよね。ほんまにね、沖縄といい、ここといい、亀井明子さん、島根といいですね、もう様々なところで野党の足を引っ張る、その、脱皮でしたっけ、あの、自民党自身がツイートをするためにですね、民間の会社に頼んで、すごいお金をぶち込んでですね、やってましたよね。それも明らかになりましたけれども、あれも立憲の小西さんが、ですね、発信者情報開示請求でツイッターでその会社を突き止めてどこやっていうのを分かったわけですけどもね、そういうことをしてまでやるのがここの国の政府であるならば、ほんまにこれはもう独裁政権と言わざるを得ないですよね。だからこそそのお金は払ったんだけど、こっちの方が大野さんの方が一枚上手やったかもしれないですね。金だけもらって、まあ、適当にやってるふりだけしようやっていうことで、ポスターなんかもこういう近所の街中でもこれ貼らないというようなことをやってるわけですね。これもどれぐらい、ここの足を引っ張るのかどうなんか分かりませんけども、今の時代ではね、だからもうむちゃくちゃなことをなりふり構わずやる、そしてそれをまあ自公政権支えてですね、閣外協力を数が増えたらやるでと言うてんのが維新やということを、ほんまにね、自公いいというようなところを政権をずっと取らしとったら、ほんまに人間がじゃんじゃかじゃんじゃか死んでも構わないと。2020年なんかね、若者がたくさん死んでるわけです。ほんで子供も含めてですね、11年ぶりに自死の数が前年を上回ったというふうに言われてます。どん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 人を殺すのがこう政府の仕事じゃないよというようなこと。ほんでそれを保全するためにですね、選挙でこんな汚い手を使ってええんかというような具体的な例ということでお示しをいたしました。4区の選挙結果でございます。日テレから引いてますね。竹村候補、野党共和党が2万弱で、ポスターも貼らないような大野候補が1万6000ほど取るということで、まあ安倍ちゃんにしてみたらまんまと潰し合いをしてくれたよねということになっておるわけですけども、いかにこの大野候補がですね、選挙に対してやる気がなかったかというのをお知らせをしましょう。ヤフーニュースです。で、ここも全く回答をしてないわけですよね。これまあ安倍ちゃんもしてないんだけど、ここでは新聞社員となってますね。で、こっちでは記者となってます。どっちがどっちなんかよくわからんだけどね。で、これがですね、NHK の広報ですね。で、あとはこうみんなこれチェックになってるんですけども、ここ
だけがですね、記述式になってまして、少子化対策どうするのかということで、少子化時代の流れなので特に取り組まない、そんなアホなことあるか、そんなんやったら政治はいらんわけですよ。お前ね、県外大都市に出ていく若者たちにとって魅力ある街づくりをしていくっていうのはあるけども、特に取り組まないということと街づくりをしていくというのは、まあもう矛盾をするわけですよね。まあ安倍ちゃんですらですね、に産業活性化を図っていくというようなことを言うてますから、もうむちゃくちゃなんですよね。で、今週もっとむちゃくちゃなのはですね、どれや、これか、これですよ。これまあ見てください、これ選挙候補ですよ。で、これわざと2つだけ写してるわけちゃいますからね、3人目がないんです。もうこれ以上降りないからね。つまり選挙候補も作れへんのですよ。そんな候補ありますか？これすごいよね。で、まあ、ついでに神戸の市長選も同一選挙やったので、これもちょっと見ときますけども、これその面白い人がいてはりましてですね、この人ですよ。時田さんという女性の弁護士の方ですね、 TikTok で出してて、で街頭にはほとんど立たず、 TikTok とブログでですね話書いて、まあ、Twitter で意見交換なんかをしているということなんですけども、彼女がですね、これ NHK ですね、 NHK とか、まあ、見てもったら分かりますけども、2番になるわけですね。で、まあ、この後の3人はすごい街頭に立ってましたよ。岡崎さんは共産党から出てるというようなことでね。で、もう立憲があまり伸ばさなかったというようなことで、もう一つ言うときますけども、ここそうなんですね。この首長選挙、よう見てください。自民、立憲、公明、国民民主が推薦してるんですよね。こう首長でようあるんだけど、与野党で対決してるんだったら、なんでこれ相乗りするんだってことですよ。で、ここで維新は抜いてるように見えてますけれどもですね、それより先に行われた兵庫県の知事選では自民と維新が相乗りをしておりますね。で、もっと言うんやったら、維新は共産とも一緒になって推薦をしているという、相乗りをしているという例は岡山なんかで見られます。これもずっと前から言ってましたね。で、この時田さんが、多分ギリギリで供託金が返ってくるラインということで、この後のお三方は、まあ、約500万円、供託金が300万だったかな。だからまあまあ500万円ぐらいがお金がかかってるというようなことになってますね。で、時田さんのやつで、この人もその幽霊的なことかと思ったら、まあ弁護士できちんと言うことはまあ言うてはるわけですよね。で、新型コロナの話とか再開発の話なんかを言うてましてですね、このようにツイッターでやってはります。選挙区は辻立ち演説ビラなし、弁護士もしながらですよ。だからこのスタイルが、これほんまにこれ新しいスタイルなんかというふうにも、まあ、首をかしげるわけですけどもね、これ時田さん、アメブロも書いてますよね。で、全然だからやらないのに時点でこんだけの票を取るということですね。だからこれが主流になってくるんであれば、それはそれでいいんですけども、人とそのネット上だけの更新というか、そんなんでええんかなと思いますよね。時田さん、ちなみに時田小林総合法律事務所ということで、阪急王子公園の駅前で事務所を開かれてます。はい。で、まあ民事ですよね、全般ね。はい。刑事はやりませんよ。まして冤罪をおやりになったかどうか分かりません。過去は分かりません。ここ書いてないからね。冤罪やら刑事っていうのは社会正義を果たすためにですね、弁護士法第一条なんかにも社会正義を果たすというようなことが弁護士の意義であるということが書かれてますけども、なかなかその刑事事件、特に冤罪事件なんかはですね、
お金にならないですからね、なかなか親になる方がおられないんですけども。で、これ神戸市の問題また挙げときますわ。これ神戸市のホームページなんですけども、選挙候補はいつ届くかとかネットで見れるかって書いてるんですね。で、告示の後で見れますよということに、告示の翌日にはホームページに載ってますっていうことを書いてるんだけど、これ掲載期間は投票日の午後8時までになりますね。さっき見たこれ、これか、これね、これまたこれ残してるんですよ、投票日終わってもね。まあ通常これ残すべきであろうと、なんで消すのか意味がわかんないですけども、これ消すわけですよね。しかもですよ、これ配ってるのをちゃんとしてるのかと思ったらですね、ちゃんと配ってもないわけですよ。これ見てください、悪天候で610世帯に選挙候補を配り切れず、これまあ4年前のおやつなんですけども、シルバーに受け負いをしてもろてたらですね、悪天候でこれ衆議院選挙と市長選挙とこうバラバラでやってるんですよ。27日と22日投開票されてるにもかかわらず、この時にですね、悪天候で歩きづらかったので、これよう配らんかったよということをやってるわけですよね。ほんまなんかもう、もうむちゃくちゃなんじゃないのというふうに思うわけですけども、これもですね、これまあ見てください。8時に消すよと書いてる通りですよ、これ。クリックします。はい。ご指定のページは見つかりません。こんなことをして、これええんかということですよね。で、選挙候補は先ほどの大野さんと違ってですね、山口県の人と違って、これも街頭演説や選挙広報などからまとめたということで、多分ですよ、多分選挙広報はお書きになってたんであろうというふうに思いますよね。そのようにして考えたらですね、まあ、この人は冷やかしというか、その遊びで出てる500万をほど費やしてですよ、捨てるつもりで遊びで出てるということではないよねと。まあ後の落ちた方でもですね、まあ街頭へ立ってやったりしてますから、そらやる気があってやってはるわけですよ。ただその中で票を集められなかったというようなことがあるわけですけども、そやけども、その愛者考えたら、ますますこの大野さんがいかになんか怪しいかというかおかしいかというのが浮かび上がってくるよねということです。そんで浮かび上がってきたような人でも1万6000も取ってしまうということが、これがほんまの民主主義なんかということには首をかしげざるを得ないというふうに考えますね。